はい、ワード2、大輝さんいらっしゃい。リスナーさんが家に来ます。お疲れっす。新しいフォロワーさん紹介します。アメリカンスピリットさん、フォローありがとう、ありがとうございます。フロア上がりました。お疲れっす。はい、ワドツ。おー、みなちゃんいらっしゃい。ワドツ。いらっしゃい。元気だよ、元気元気。久しぶりだね。はい、ワドツ。たまこちゃんいらっしゃい。お風呂上がったよ。今からね、もう近くにいるらしい、リスナーさん。私もいろいろあって。あ、そうなの。そうだったんだ。はい、ワード2。大変だった。よかったよ、来てくれてありがとうね。うん、そう、今からリアト作るんだけど、リアト作るってさ、のんたん後ろに寝てる。スピースピー寝てるよ。爆睡中だよ、爆睡中。教えて。そう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 、なんかあの配信のやり方教えてって言って、あ、いいよっつって、そこになんかバナー手伝ってあげるからって言ってくれて、あ、ぜひぜひって言って、そういうのはいいじゃんっつって、そうそう、寝かせてる寝かせてる。なんか朝早かったみたいだね今日、朝早かったみたいよ。昨日アイラリスワン取ったのか。アイラ取りこぼしたんだ昨日。マジか、応援してたのに。もったいねえな、アイラ。アイラ取ると思ってたのにな。残念だな。あれ切れた。ループしなかったか。お客さん来るからマイクの設定変えるわ。スタンドマイクに変えます。あ、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 ノイズ入る？どう？ノイズ入る？あ、あ、聞こえる？みんな。ノイズ入りますか？大丈夫？ちょっと若干マイク遠くなったけど。大丈夫だよね、これで。いけそう？いける？
オッケー、大丈夫。はいよ。はいはい。来ないね、なかなか。あと 300m っつってなんだけど来ないな。あ、来た来た。はい、はいっすー。よし、どうぞ。すいません、狭いけど。どうぞ。カメラ大丈夫ですか？今配信中。この BGM 安定だよ、どうぞ。狭いけど。タイガーマスクとネックウォーマーどっちがいい？タイガーマスク。タイガーマスクをかぶるの。すげえな、準備いいな。あ、自分も配信したいってこと？あ、いいよいいよ、全然。のんたん寝てるから、のんたんだけ映さなければ。どこでもいいっすよ。携帯っすか？ iPhone。 スタンドとか持ってます？ OK です。横山みどり衆が、え、なんすかこれ、お土産？あ、いただきます、ありがとうございます。こんなんなった、いただきました、お土産。どうも、ガチッチです。いや、どうじゃない、リスナーさん、リスナーさん誰なんだとか言って。お前、お土産いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。こっちで飾っておこう。え、なんでリアド暇だったんですか？え、今いくつなんですか？33。俺も2個上だ。54。タイガー・クラウチ。なんかマスクかぶるとね、みんな緑さんっぽくなるよね。見たら、まあ、見たことないからわからない。え、誰見るんですか？大手はほとんど見ないな。え、ふわっちで配信やんの？いや、と今日やりたい。あ、今日やりたいんだ。声聞こえる？ガジッツさんの。あ、聞こえますか？聞こえる？どうだろう。みどりさんもずれる。え、配信視聴歴はどれくらいなんですか？配信視聴歴。視聴歴はニコ生の原宿が終わるぐらい。あ、じゃあ結構古いんだ。原宿、銀座に。初配信から見てる。マジで？配信できてますかみたいなのから見てる。俺のこと？もう3年以上見てるってこと？全然。だって4年前とかでしょ。29ぐらいの時から。
で、アンチカツのやつだもん、最初。なんでアンチじゃない？アンチじゃない。全然応援してる。全然応援してる。そこで問題です。はい。ふわっちではガチッチ。ツイキャスではゲストと分かりましたね。うん、分かる分かる。じゃあ、ニコ生での固定版は何でしょう。当てたら金一封。リアルに当てに行ってんの、はい、いいの。俺の雰囲気だよ。はい。マジック。9。マジック。ブブー。残念。ね、なんだろう。8。え、固定版ちゃんとついてる？ついてる。6。なんだろう。5。え、全然分かんねえよ。3。コメントもちゃんと打ってる。2、打ってる。1、止めるよ。分かんない。あ、分かんない、分かんない。3万3万かよ結構でけえな。え、なんなの、その秘密だね。秘密なんだ。当てていくえ、でも結構もう、え、だって俺の一番最初の配信ってどこでやってた、場所、家は、部屋、ここでしょ。違うよ、俺その時点で絶対違うんだって。俺配信始めたからこの家に来たのって、最初の覚えなかった。じゃあこの家で一番最初に2日目に起こった出来事って覚えてます？この家に引っ越して2日目で、ていうか暇、そこまでぴったりは見てないからな。2日目ってあるかな、わかんない。そっか、これ紐大丈夫？ここカメラこっちだから紐がここが、あー、え、これ顎縛る紐なんですよ。あ、それが目に出ちゃってる。そうなんで違うかなと思う。なんで配信やろうと思ったんですか？いや、頼まれて。頼まれた？そう、みんなで配信見てて、次役やってよ、つって。いや、もうめんどくさいよ、つって。じゃあ他誰かやってよ、つって。じゃあ自分がやってよ、つって。ああ、そういうことか。これ、ペラペラやってよって。コラボでなんか、トツかけててみたいなのに。トツかけてない。コメントで。おー。で、なんか、回してるんだ。で、また別コミュニティで配信してくださいって言われたから。ニコ生？ニコ生。ああ。ニコ生でしかしたことない。あ、そうなんだ。まあ、ニコ生っぽいキャラだよな。タイガーマスクで固定でやってくるんですか？いや、別に。脱いでもいいし。あ、顔出すか出さないか。出すか出さない。出さない方が絶対いい。出さない方がいい。ニコ生だったら絶対出さない方がいい。だと思ったんだけど。うん。俺はおすすめ。特にワードっていう。そう。うるせえよ。何？その配信のやり方っていうのは、じゃあ枠の開き方とかそういうノウハウのことじゃなくて、うん、どうやってやったらどうなるかみたいな、そういうことですか？そうだね。YouTube ライブとか配信されるだけ全部でやりたくて、で、まあどういう配信をするにはどこが向いてるとか。ああ、なるほど。じゃあ配信論的なことをやればいい。動画とかも上げたいなっていうのは。はい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 。まず、目的が何なのかと何がやりたいのかによって多分選ぶ配信サイトがだいぶ変わる。ふわっちでは、ぶっちゃけお金を稼ぎたい。お金が稼ぎたい。稼ぐって言ったらそんなお小遣い程度で。どれくらい稼ぎたいですか？逆にどんぐらいの幅があるのか、稼いでない人と稼いでる人。いや、例えば、今もうそれこそ、なんて言うんだろう。稼げてる人は、どん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 稼げていって、ふわっち全体の回ってるお金っていうのは増えてるんですよ。で、アイラだったら、もう、20日の現時点で300万を超えてる。一月今月。だから20日間で300万を超えてて、次のやつ200万。ネットのおじ様が多分80万ぐらい。80万とか。大体ね、なんつうんだろう。トップのアイラと、真ん中ら辺の人だと、うん。ぐらいだと金梅さんで30万ぐらい、エセアカで30万、20万、10万ぐらい稼ぐ実力だったら、ハルヒさんとか、こっちで言うとこう、ナーボーとか、パルパルとか、あと誰だろう、この辺に、多分50位前後に食い込まないダメ、リンタロウとか。そういう人たちって、ニコ生とかツイキャスとかバックボーンがあるから、引っ張ってこえてる人もいるじゃん。ないない、全然違う。ふわっちだけ。ふわっちだけのは、ペリグリーチャム、リンタロウ、ミニフル君とか、ナシコとか、この辺とか。だから、ふわっちのいいところは、今からでも、その、大手になれるチャンスがある、ふわっちの中だったら。日頃だとさ、広告とか打ってさ、リリースしてるはずなのに、ふわっちでそう集客していくっていうのはどうやったら。ふわっちは、まず時間帯っていうのがあって、例えば、ここ見ると93人やってるんですよ、配信者が。で、多分、ここら辺に入ってこないとダメ、まずは。9人、10人、この辺で入らないと人は増えないけど、逆に、この時間帯になると、
このここら辺に入ってこれるとバンバン人が来るようになるから、まずはだからその人を集めるっていう、だからまあ20人以上とか30人ぐらい集めるっていうのがすごい重要になる。やる時間っていうのはゴールデンタイム、ダメ、最初は昼間働いてるんですか。で今は休職中だから。ああ、じゃあ時間はある、あるんだったらおすすめの時間帯は朝方、昼間。昼は特にふわっちは全然誰もやってないよね、昼間。だから昼間にリスナーつかむ、朝方にリスナーつかむっていうのはかなり有効、うん、でゴールデンタイムは全然人集まんないからダメっす、うん、ですね。なんだろう、あとアドバイスって。ニコ生とか他のサイトの場合は、ニコ生も今穴だと思いますよ、誰もやってないから。コミュニティ番号とか教えてもらえます？作った、うん、何人ぐらいですか？ゼロです。ゼロ？ゼロか。だったら今ニコ生で和道の家に来たとかやればいいんじゃないですか。うん。うん、香川アマ、うん。何の話？香川アマって。うん、バナーとか作れるんですか？ああ、まあバナーぐらい。え、ウェブ？うん。もともとそのソースをどう記述にしてるのかわからないから、うん、埋め込みとかは一緒にやってる形だけど、いられでそのバナーの画像を作るぐらいは。え、サイト系のエンジニアさんなんですか、もともと。じゃない、ちょっとウェブをかじってるって。へぇ、すげえな。多分この辺に置いた方がいいのかな、この辺か、この辺か。インカメなのか、インカメ。でも、ガチッチっていうのは多分名前変えた方がいいと思う。うん。ガチ、うん。タイガーなんとかとか、なんとかタイガーとかの方が絶対いいと思う。で、タイガー固定。うん。なんだろう。何がいいかな。固定版変えようぜ。絶対ガチッチって良くないよね。絶対悪いよ。良くない。絶対良くない。素顔を見て、何素顔を見たらどんな感じですか。素顔を見たら何系ですか。素顔を見たらいかつい系だから、いやでも俺はマスク被るのは絶対キャラ立ちするから、最初はマスク被るの絶対やった方がいいと思う。うん、で、うん。絶対これでニコ生だったら人来るから、ただマスクは脱がないって。トラ道。うーん。いや、俺と被せない方がいいと思うよ。ガチッチ、そうなんだよ。アンチっぽいっていうか、そうなんだよ。なんかね、そう、なんか、なんだろう。もっとマイルドにした方がいいと思う。なんだろうな、小手半。何がいいかな。なんだろうな。答えるよ、シャカーっていう。シャカめっちゃ気になってる。うん。なんだろうな。何がいいんだろう。斜め山、斜め山、黄緑。タイガーアッパーカット。タイガーアッパーカット。ああ、いいな。タイガーアッパーカット。タイガージェノサイドとか。レスラーっぽい名前いいかもしれないな。うん。うん。何だろうな。何だろう。なんかね、名前めちゃめちゃ重要だし、そう、ほぼ名前で、名前はほんとでかいっすよ。ヒールタイガー。あー、どうなんだろう。ヒール感出しない。ヒール感は出さない方がいいと思う。正義感出していきたい。正義感出していきたい。あー。何がいいんだろうな、難しい。正義の味方。タイガーマジ。なんだよそれ。タバコ吸います？いや、そうです。僕吸います。なんだろう、何がいいかな、小手半。何がいいかな。ジレッタイガー、あ、いいじゃん。ジレッタイガーいいじゃん。タイガージレッタイガージレッタイガーいいんじゃないの。あ、いや、いいと思うよ、ジレッタイガー。うん。ジレッタイガー過去書いてる。うん。ジレッタイガーはいいと思う。うん。シャンマヤさんあるぞ。うん。茶漬けが一向にログインしない。え？茶漬け。何茶漬け？茶漬けって
え、銀座が茶漬けになったの？違う、いわゆるマックでおかゆの、あー、うん、ジレッタイガーありだな、うん、いや結構キャッチーでいい名前だと思う、うん、うん、Wi-Fi 使います？いいっすか？いいっすよ。引っ張れていいっすか？あのパスワード入力画面とか Wi-Fi 選択画面。ジレッタイガーありだよ。クラスでフルで何時間配信できるかな。人2枠ですね。1時間ぐらいだと思う。おーに。緑さんに見えるよね、目元が。てかね、マスクかぶるとみんな緑さんの顔になるんだよね。わーわー言ってないしね。うん、これできましたよ。ジレッタイガーいいよね。結構残るよね。カタカナ全部でジレッタイガーとひらがな入れた方がいい。どっちに。どうなんだろう、そこ難しいよな。カタカナ全部でもいいかもしれない。アルファベットアルファベットダメ。アルファベットはタイピングと読みづらさで、あ、そうだね、そう、もう要はリスナーに負荷かかるのはダメだから、うん。だったら全部カタカナの打ちやすいよ。ジレッタイガーよりもひらがなの方がいいと思う。ジレッタイ感が出る。うん、ジレッタイ感が出るからこれだね。ジレッタイガーだ。うん、ジレッタ・テン・イガーとかでもいいな。ジレッタ・タイガーじゃないっつって、イガーだ俺はっつって。ジレッタさんだよ、ジレッタさん。うん、でも俺はこっちジレッタイガーあるじゃん。ジレッタみたいな。うん、だブルース・リーと同じだよね。ブルース・リーなのか、ブルース・リー。そう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 。ジレッタイガーは結構当たりなだと思うな。うん、え、配信は稼ぎたいのと、閲覧も取りたいのと、もうほんと。稼ぐのは最終でいいかな。今はじゃあもう。YouTube と、うん、YouTube が一番伸ばしたいから、世界に見られるから。結構大きく出てるな。大きく出てるな。もう。もうアドバイスいくらでもできるけど、ニコ生はやってくれって言われてるからやってる面が大きいから、リスナーに、うん、その周りに、いやコミュのメンバーとかに、うん、うん、それ誰のコミュなの、誰有名なの、そう、いや全然、あ、じゃあなんかその仮想仲間の間でみんなでコミュニティ回そうみたいな、共有コミュニティなんだ。あ、でも面白いな、その活動。ジレッタイガー。、うん、そう、うん、え、配信スタイルは雑談？外配信？何でも何でも追い込み配信とかしようと思って。追い込み？何？なんか生意気な配信じゃないって、うん、うん、自分のやつ見ないと。だから武闘派でしょ？だって思いっきり腕いいっすか？あ、ちょっと前切るね。なるほど。ちょっと待って、もう一回マイク切るね。
だよね。体つきやばいもんな。なるほど。どうすんの？え？これで落ちちゃった。これで落ちてんの？やば。超武闘派じゃん。表情ぐらいは楽に倒せる。半年ぐらい取りに来てもらえる。いける。自信あるんだ。ちょっともう一回マイク切るね。ちょっとマイク、オフレコが多すぎるんだ。そういうタイプね。なるほど。え、あ、ジレッタイガー変わりました。ジレッタイガー変わった。あの、うん、映画版の、あ、大丈夫。大丈夫。映画版のあんなの、小栗旬の髪型、アイロンを塗った。え、そうなの、うん、モデルになってるの、うん、写真持ってくる。お、持って、え、ていうか、ていうかさ、なんで俺のリスナー不良が多いんだよ。不良じゃないよ、正義の味方じゃないよ。悪いやつ退治してる。いや、わかったけど。武闘派多すぎるんだって。なんで俺そういうリスナー多い。俺さ、オフ会一回やった時超面白くて、16人集まったんですよ。そしたら、右翼集まる、山口住吉って、おじいちゃん、あの、暇じゃないですか。で、おじいちゃんたち集まって、もんもんの店屋になって仲良くなっちゃって、超面白かったって。もっと合う、あのね、いや、だから、どこまで出すかだな、これ。ちょっとね、オフレコが多すぎる、これ。大体ね、あのね、拳見るとわかるの。どういう人かって。ちょっと、拳見せる。うん、ほら。ちょっと何も殴ってない。あのね、大体ね、こことここがね、潰れてるんですよ。で、ここが潰れてるから。まっすぐ繋がってない。浮いてるんちゃう？あ、ほんとだ。しかも手震えちゃってるから。うん、こっちはってまたまだまっすぐ。あ、ほんとだ。こっちまっすぐくっついてない。あ、くっついてない。あー。折れちゃってる。あー、これは修羅場くぐって、横から見せた方が多分伝わるかもしれない。横の。ここ、ほら。これわかる？これね、要は、ボクサーとか、空手家とか、空手に近いね、この拳。要はね、あの、平らになるんですよ。こう凹凸がなくなる。普通指ってこうなるんだけど、指見た時に、これがないのってね、あの、人を殴ってる手なんですよ。なりわいとして人を殴ってる手なんだよ。親父がね、こういう手だったから。そう。俺はね、あの、初対面の人って大体手見るとね、大体わかる。すねも殺してるしね。すねもやってる。死ぬっす。でも見た目はそんなに分かんない。触るぞ。神経はこうですか。ああ、いや、もう見た目で分かるわ。ああ、ああ、ほんとだ。あ、ああ、うん。ああ、うん。うん、分かる分かる。要はね、あのね、肌がもうね、なんつうんだろう、肉の、なんつうんだろう。なんて言えばいいんだ、質感が違うんだよ、ちょっと。あの、すね殺してる人。あ、絶対喧嘩になったら殺されるわ、俺。やば。やば。いや、殺さない程度にやる。でしょ？次障害罪だよ。コンクリで鍛えるタイプ。もうやばいよね。で、あ、電柱で殴ってたわ、とか言って。なんだろう、このピリピリ感。面白い。え、それはキャラとして出していくの？伏せるの？どっちでもいいかな。その、まあ、どういう配信をするかによって、変えていこうかな、うん。キャラはいくらでも作れるじゃん。うん、作れる。作れるけど、あの、そっち出していくんだったら面白いとは思う。だったらそっちで出しておこうかな。うん、でも、出していくと、今アドバイスしておくと、後々が。そう、いや、後々がじゃなくて、要は、それ系が集まってくるから、めんどくさいよ。あ、いいよ。やっちゃうよってことでしょ？やっちゃう。本当にめんどくさいよ、誤解されると。本当に、わかるじゃん。美味しいもん。まあ、だから、それで OK だったらそっちで行くか、で、それ、隠してやるかっていう。でもね、あんまり出さない方がいい。なんでかっていうと、一旦怖いイメージつくと、
ビビっちゃうから、配信者ってオタク気質の人多いから、そう、絡まないとか怖いっていうイメージがつくとね、あの怖くないでしょコラボ。うん、すげえな、なかなかだな。いや、武道家ではないね。武闘派だね。名前って言うならマーシャルアーツとかだな。おお、格闘技習ってたんですか。習ってない。ああ、自己流。やば、体重100キロ超えてるでしょ。100、うん、ジャストぐらいだ。で、ほぼ筋肉だ。いや、最近はもう脂肪になっちゃった。へえー、やば。なんか友達に、同級生に、あの極真の県大会で、あの優勝したやついるんですけど、そいつと同じあの筋肉の質を、つき方してる。ガッチガチにやってるタイプ。うん、蹴るわ。ちょっと枠開くのに時間かかりすぎ。説明文。腕相撲は絶対無理。あ、腕相撲弱いよ。いやいやいや、腕の太さがどうしようかな。前腕細いしも。前腕は細いじゃなくて、ちょっとグッてやってもらっていいですか。俺の腕と比べると分かるかな、伝わるかな。黒と白で、うん、黒の太さが、なんて言うんだろう、分かるかな。もう全然違う。わかる？太さがもう、1.8 倍ぐらい違うのよ。絶対勝てないこれ。足の太さとか見たらわかるでしょ？これはね、あの、喧嘩したら死ぬタイプですよ。絶対喧嘩打ったら負けるタイプですよ。うん。よいしょ。うん。タイトルに使用できないんだよ。ごついよ。で、ちょっと話聞いたけど、なかなか面白い。なかなか面白いけど、話していいレベルじゃないようなところまで行きそうな気がする。腕相撲は無理だって。どうしよう、どこに置こうか。うん、この辺でも行くかな。これ取ろうか。よいしょ、OK。ふわっちとニコ生やりたいって言ってた。YouTube? YouTube? YouTube だけど、今から参入するのは無理だと思う、俺。でも、同じ趣味の人だけ見てくれる。同じ趣味、例えばどういうジャンル？釣りとかサッカーとかで。ああ。私の2人です、そう、こんな感じ。だから意外とね、配信者とかテレビって寄ってすごい隣に座ってるんだよね。はい、紹介します。はい、どうぞ。これかな。絶対誰も来ないでしょ、このゲーム。わかんない。あと、ツイッターはやってます？ツイッターはしてないけど、いい、ツイキャス見るためにアカウントある。ツイッターも育てないとダメっすね。うん。もう入ってますかって。入ってないです。うん。なんとなくタイプ的に分かってきた。地元の怖い先輩だ。地元の絶対怖い先輩だよ。ヤンキーとかが震え上がるタイプだ。面白い。で、ニコ生で今、閲覧とかこれ見れるんですか？何人見てるとか。見れるのかな。閲覧はね、さっきの茶漬けっていうのがね、うん、起動してるのが見れるんだけど。うん、あ、いや、2人見てる。あ、見てんだ。どうしていくのがいいのかな。とりあえずいろんな人とコラボするっていうのは鉄板なんだけど、最初はやっぱり、でもなんていうんだろう、まあ確実に言われるのが売名とか言われても、なんかもう気にしないで最初の1年は絡みまくる。仮想でも大手でも企画でも何でも出まくる
ていうのはどの配信スタイルでも、どの配信スタイルでも伸びてるやつは絶対それをやってるっていうのと、逆にそのコラボしなくても強烈なキャラクターとか強烈なコンテンツとか面白さを持ってれば売れちゃうパターンってあるんですよ。うん、だから地道に増やすかっていう、ここかな。うん、でも多分そのリアル路線のそういう何でも赤裸々に語っていくスタイルだったら面白い生き方してるから絶対人は集まると思う、うん、だけどそれをどこまで語るのかっていう、うん、だから例えばその月に1回、まあ、俺でもいいし浅井さんとか会いくとかその誰だろうあと、うん、なんかもう積極的に、あ、一緒にやろうよ配信とか、あとリアトツマチとかもそのまま、僕も配信やってるんですけどリアトツ来ましたとか言ったりとか、うん、大手の配信に移るとこの人誰かなってなる。そうそう、その時にあのその人と同じサイトを使ってるとまあそのままやっぱ飛ぶから、うん、今ニコ生だったらその和道ってタグつけたら、あ、和道久々だっていう人が集まるかなと思ったけどそうでもない。タグはねつけらんないんだよねこれ。あ、つけらんないんだ。顔出しと、うん、クルーズ待ちだけかな。あー、なるほどなるほど。クルーズ待ちつけたんだ、うん、タイトル何にしたんですか。タイトルは配信してるところを配信してる。ダメ絶対ワードって入れた方がいい。次の配信はじゃあ、うん、へえー、すげえな。うん、ワードを入れた方がいいよね実際。たアンチ集まる可能性あるけど、うん、昨日ワード、いやでもずっと見てくれてる。ワードという配信者を観察するっていう、うん、あ、入れたんだ、じゃあ大丈夫だ。ごついみどりさんだよね絵面的に見たらねみどりさんのお兄さんのポジションでやればいいんじゃない。兄貴だ。アスペ、アスペだからね。アスペなんだ。アスペは武闘派アスペ、うん、でもわかるかもしれない。あの発達障害系の人って結構目でわかる、あの挙動で、うん、かけるわ。これコメントは流れるんですか、画面に。出る、左に出る。左に出るんだ。あ、でも1個コメント来てるってことは、これ来てんのこれ、うん、欲しいな。コメント1になってるの。なんだろう。お気に入りの配信者は誰ですか。よく見る人。よく見る人、うん、来てる。か、うん、仮想配信者に聞いても意味なくねだって言われてるよ。いや、うるせえよ、ほっとけよ誰見るかな、うん、大手で唯一見てたのは、うん、あゆみとか。おお、釣り配信の。はいはいはい。野田がたまに。おお、誰か知ってる人。てか俺全然違うキャラクター想像してたかちって、まず年齢がちょいおっさん、35から42ぐらいの俺の夏の一世代上の代で、でこの部屋暑い暑い半袖のやつが言うのもう全然いい、うん、でなんか温厚なタイプ。和道さんニコ生に戻ってきてくださいよ。だって、 ありがとうございます、そう言ってるんですよ。ニコ生のいいよ。ニコ生だって稼げないんだもん、まあ、両方やりゃいいんじゃん。でももうぬるま湯に完全同時されてる。同時できない。できる。あ、じゃあ同時でやる。いや無理無理無理。あのもうね、さばけない。さばけないんじゃなくて、あのニコ生で受ける文化とやりたいことが全然違うから。そう、ニコ生ってやっぱりそのなんつうんだろう、いじられてなんぼだし、なんだ、叩かれてなんぼの文化だから、で叩かれる聞いちゃうっつうかピキっちゃうんだよな、やっぱり。ニコ生はまあオワコンはオワコンだけどね、うん、そんたん音ついてていいと思うけどね、今ぐらいの昔みたいにわちゃわちゃしてるの、うん、だからなんだろう、
年齢層は高いんだけど、精神年齢がギスっぽいっていう。リスナーのコメントセンスが良くなってるなって。ニコ生？ちょっと、ふわっちとかってツイキャス寄りのコメントじゃない？ツイキャスよりもね、FC2 に近いかもしれない。なんか、なんだろうな。簡単に言ったら、なんか、対談番組とか好きそう、この人たちって。なんか、情熱大陸とかをしっとり見たいっていう。でも、子供って情熱大陸とかわかんないじゃないですか。だから NHK とか好きそうなタイプだよ。そう、だからな、教育を受けたいんだよ、ちょっと。教育、なんだろう。知りたい。知知的欲求が。そうそうそう。まったり、その、なんかこう。流れの、はえーって思いたい感じ。で、ニコ生はどちらかっていうと、なんだろう。騒ぎたいっていう。そういうノリがあると思ってて。だから、みどりさんとか、だから野田とか。ニコ生騒がして、続きをふわっちやりますよみたいな思ってきちゃう。いや、客層が被らない。結局。ニコ生の人はキャス行かないし。でもはっきり分担して考えてる。分担して考えてる。多分ね、香川さんとかもそれでやってる。今。そうそう、ブラタモリとか、そうそうそう。俺はだからあれだよ、ね、タモリクラブ、ブラタモリとか、そう、ラジオ番組好きそうな人が好きなそうだよね、昔の。昼見た時、ノンタンマスクしてたけど、白いマスクだったけど、タイガーマスク。いや、ノンタンは力強く生まれ変わったんだよ。もう春巻き作らない。なんだろう。あ、どうやって持ってけばいいんだろうな。好きなジャンルとかは釣りとか、釣り配信ジャンルとかは趣味が釣りとサッカーって、別に配信のジャンルなんでもいいな。なんだろう、くだらなくなければ、くだらなくなければ、まあどうすればいいんだろうな。ちょっとテストで生い立ちとか語っちゃいます？語っちゃいますか？でも絶対リスクあると思うよ。ふわっと言ってる感じね。ふわっとつってもな、際どいでしょ。内容がね、内容そう。あ、じゃあ聞きたいことをあったら聞いて答える、ね、で答えられないことは濁す。何でも聞いてみて。結構面白いよ多分、そう。でも俺絶対トラブル招くからめんどくさいと思うけど、本人が全然いいって言ってんだよね。右翼ですか？いや、右でも左でもない。そんなもんはただのツールです。ほう。ノンポリ、ノンポリだよね、多分ね。ノンポリっていうのはもうすでにジャンルになってるからね。ああ、それもどうかと思う。なんだろう。国民総裁ですよ。初体験入ってるんですか？幼稚園ですね。マジ？はい。え？相手いくつ？相手1個下。寝バックで。それ、あれじゃない？ 3 枚目光るじゃん。それガチで？ガチガチ。射精すんすか？射精はしない。射精したのは中1で。え、でもチンコは入れたの？入れた。え、それどういう流れでなるんですか？どういうこと？いや、寝そべってみたいな感じになって、女の子が言ってきたの？違う、俺は言うよ。寝そべってと、そうそう、で、脱がす、脱ぐ、勃起するの？する。幼稚園生で？へえ、何それ、セックスを知ってたってこと？幼稚園生。知らない。え、自己的に？これ超気持ちいいって覚えて、だ幼稚園の昼とか、寝る時間あったり、昼寝する時間。え、幼稚園の中でやったの？中でもやってた。え、それ先生とかなんて言うの？先生も寝てるから分からない。やば。面白いでしょ？だから、俺、伸びると思うよ。タイガー。タイガーは、もう、大体空気で分かるんだよ。なんとなく。あのね、面白い生き方してるよ、ほんと。怖いわ、言われて。怖いよ、ね。怖くない、優しい。どんどん質問ぶつけて、その、キャラを作ってこう、みんなで。みんなでキャラ。トマト、そう。そう。わざわざ一回にこの、一回やってみようかな、じゃあ。うん、そうだよ。広告打つよ。いいよ。わざわざ戻ってきた。いいよ。あ
れだ、飲み物買ってください。あ、買い行けます、うん、買い行けますか。薬局ある。薬局、駅前の方になっちゃいますけど、いいですか。何買うんですか。咳が出るから、咳止め買う。咳止めアネトンありますけど、飲みますね。ベジコンとか入れるのがいいって。ちょっとじゃあ、買い物行ってきます。あ、でも枠はあったと思う。枠、この、いや、枠って概念がないから、これ垂れ流す。ずっと続くの。ずっと続く。あ、4時間まで。あ、4時間まで。うん、あ、それいいね。うん。だから、ふわっちは楽。みたいな。ただ、50円かかる。一枠延長に。だから、アイテムとか花火とかもらうと、なんだろう。もしもし。あ、もしもし。あ、今、配信中だけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です。うん、どうしました。この間、面接行ったんですよ。はいはいはい。で、そこで、ボロカス言われて、うん。なんかちょっと仕事する気がなくなってきたんですけど。仕事する気がなくなってきた。え、でも頑張るって言ってたじゃん。うん、なんて言われたの。なんでスーツでこうへんかったんやとか、うん、ネックウォーマーとか、なんで外へんのやとか、うん、で上着はなんで脱げへんねやとか、うん、まあ、そんなこととかいろいろ言われて、うん、で私が責任者やったらあなたは雇いませんとか言われて、うん、ちょっとそこで働くのはやめようかなと思って。そっかそっか。いや、絶対合うところがあるから、自分にとってさ、会社も、うん、だから諦めないでさ、働くっていうことはさ、だからさ、うん、次次次って言ってさ、自分がその合う会社を探すのがいいと思うよ。うん、うん、ここでさ、投げ出しちゃわないで、なんだやっぱ社会ってクズじゃんとかなるんじゃなくて、うん、あたまたま自分とは合わなかったんだなっていうことでさ、そのうん、うん、また新しい会社探そうよ、ゆっくりでいいから、うん、うん、と思うよ。俺頑張ってた、はい、あののは知ってるからさ、ずっと、うん、うん、だと思うよ。はい、うん、わかりました。頑張ろうよ。うん、はい、うん、うん、まあさ、あの世の中には心ない人いっぱいいるからさ、そんなほっといていいんだよ。絶対いい人と出会うから、いつか。はい、うん、はい、頑張って。はい、応援してるから。うん、はい、うん、でまた何かあったら連絡ちょうだい。はい、うん、じゃあお疲れっす。じゃあ、うん、はい、はい、いや、みんなニコラ戻る戻るって言ってるよ。俺、うん、嘘嘘、ちょっと嬉しいなちょっと待って、本当に言ってる。ニコラ戻ってみて、あ、本当だ、言ってくれてんだ。ういっす、久しぶりっす、どうも。うん、ちょっとじゃあコンビニ行きますか。コンビニじゃない、薬局。枠はいいよ、このあ、これ持ってっちゃえば、外配信。あ、そっか。こっちはこのままでいいでしょ、つなぎっぱでいいでしょ。一回切る、どうする。垂れ流しで10分に、10分15分ぐらいで戻ってくるけど、どうする。一回切る、リスナーさん。なんで仕方なんだ考えてるんだ。考えてる、めっちゃ考えてる、めっちゃ考えてる、調校してるどうすんだよなんで、なんでさ、これこんなにラグるの。綺麗とかさ、いや、つけといてとかさ、優柔無断か、お前らつけとくよ、じゃあ。どっちでもいいんだよどっちでもいいだろ、どっちでもいいって言ってくれればいいじゃん、最初からさらっと。どっちでもいい、どうでもいいんだね。あ、でも、これ一回切らないと、家の Wi-Fi だから。うん、途中ですが、一回切ります。あ、スーパータイガージムじゃなくてゴールドジムですというわけで、あの、次役もやるんで時間空きますけど、よろしくお願いしますじゃ行きますか。ちょっと行ってくるわ。放置して大丈夫。あ、いいです、いいです。おー、危ない危ない。あ、でも、LINE来てない。ちょっと買い物行ってくんね、みんな。モンタン、なんかいる？いらない。行ってきます。モンタン、配信つないどいていいよ。いや、めっちゃクリーン。俺のバーザーでリスナーを楽しませてもいいよ。
行ってくるわ。いいですかとか言って急に来てなんかびっくりした。起きたらなんかあれとか言って変なマスクかぶった人が来てて、おはようございますちゃんまゆー。 今さっき来てた人誰、なんつう人なのあれ。いきなりいたんだけどびっくりしたわ。本当にあれだね、来る人いるんだね、リスナーさんと。びっくりしたわ。浅井さん、浅井さん、タイガークラウチ浅井さんは何だろう。浅井さんはホームレスの
なんかホームレスを仕切ってる人みたいな、偉い人みたいな。タイガー食らうってなったんだ。浅井さん誰か知りたい。ああ。多分なんかどっかに動画があるから、いろいろ動画になってるかな。浅井さんちょっとなんだろう、いろんなこの辺のホームレスに、あ、ホームレスで知らない人はいないっていう、そのホームレス仕切ってる偉いホームレスじゃない。あ、でも浅井さん自体がちゃんとあの空き缶集めで、そうそう、ホームレスのボスホームレスのボスでちゃんとアパート借りてて、空き缶集めで1日いくらっつってたかな、日給なんわかんないけど、空き缶集めだけで日給1万円とかそんぐらい稼いでんじゃないかな。なんか BGM がでっかいな。これってどうすればいいんだ。さっきのノンタンのタイガーマスクバージョンがノンタンのタイガーマスクバージョンか。ホームレスのボス的な感じ。そう、のホームレスのボス的な感じ。偉い人、そう、偉い、あのもう新宿のマザーテレサと呼ばれているぐらい偉い人そう、アパート借りて、浅井さん自体はあの、うん、部屋があるからホームレスではない。で結構お金持ち でもう一個借りようかとか、やっぱあのパソコン持ってたりスマホ持ってたり、その空き缶集めだけでホームレスを、なんか浅井さん家行くと 2,3 人ホームレスがいて、なんかホームレスを養ってるぐらいな感じで何個拾う、何個拾うんだろう。一晩に多分、あ、軽トラで2個分ぐらいかな。 山盛りの軽トラの 2杯分ぐらいだ。そう、新宿のマザーテレサぐらい。まあ、どつなんかペロンチョっていう顔がペコちゃんしてる人いらっしゃい。あばばばばばば。そう、そう、新宿のマザーテレサ。何個拾ってんだろう、本当にもう、なんだろう。大きいビニール袋で、夕方一晩中ずっとひたすら集め続けてみたいな。でチャリで集めるんです、集めるんだけど、基本的にそのチャリの荷台にいっぱいもう山盛り積んで、それをもう何個も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 ひたすらひたすら積んでいくっていう感じ。尋常じゃないよ。いや、もしかアルミ缶が 0. 何円として、それを1万円近く集めるっていうすごい作業。どうやって出会った、多分あの和道さんがホームレス時代になんか多分会った人だと思うんだけど、え、今なんかすごい変なもの見つけたんだけど、これなんだろう、これ何、これ
何で使うもの？コーナーになってて、あ、取れちゃった。ハンガー？これ。違う違う。大人の方で大丈夫。ここなんかほら、テーブルみたいなとこにビヨーンってつけれるようになって、こういうとこにつけれるようになって、スマホとか挟めるやつ、これやべえ。スマホ挟むやつでこんなの売ってんだ。あれだよね、なんかすごい、3つ持って3点攻めじゃんみたいな。新しい、これあ、やばい、なんかくるくるしちゃいそう。これあれじゃないの、あ、女の子が気持ち悪くなる。1個はあそこで、1個はあそこで、じゃもう1個はっていう、3個はいらなくね。これがなんか伸びればすごいけど、帰ってきた、帰ってきてない、よかった。うん、でもこういうの売ってるよね、なんか大人のおもちゃで。肛門にす、あ、チンチンを、まずチンチンの玉をこれで、金玉をこれでこういう感じで、金玉を締めつつの肛門に刺すっていうあれかな。やばいやばい。こんなのやばいんだけど。何こんなん使ってんの、バカじゃねえのこれ。誰、さっきのリスナーさん持ってきたやつだ。うがいておけってやつ。やばい、これ素手触っちゃって、もしかしてあの人使ってるかもしんないから、やばいやばい、使ってんぞあいつ。やべやべやべ、触っちゃった。やべえ、もうお前さんだからなあいつ。幼稚園とかありえないから。幼稚園とかありえないからもう。初体験。幼稚園とか。怖いわ。いろいろ開発済みだわ。春巻きはもうなんかもうまずいから。いや、また今度美味しく作れるように努力することにしました、なりました。大丈夫です。なんだあいつ、あれかな、お、あ、やばい、カメラが。あ、向きが。どうなっちゃった、ちょっとやばいよ。こんぐらいか、こんぐらいしてからだ、やばい。怒ってね、春巻きとか言って、LINE で本当は美味しかったよとか言って帰ってきた。本当に切れてなかったからみんな大丈夫だよ。でもネタバレしちゃった。はい、あ、これ使ってるかもしれないんだ、来たらやめよう。危ない、なんか変なプレイしてそうだからじゃない。遅いな、何やってんの、何やってんの、薬局とか行って怪しいんだけど。
あ、アゲアゲハーバーって。あ、お土産じゃないのこれ。なんだろう。ほら。有明ダブルマロンハーバー。あ、すごーい。横浜のお土産だ。なんだ、いいやつじゃん。あ、くみたおかえり。わどつ。仲良しです。大丈夫ですよ。今ちょっとお留守番中です。外しとかないと帰ってくるからね。帰ってきそうになったらね、寝たふりしないと。あ、こんなものまで。和道さんはね、なんかあのリアトツの人と一緒にほら、なんか買い物行っちゃって、薬局か、薬局行っちゃったんだよね。なんか気が出るんですよとか言って、でなんとかっていう薬がとか言って、なんかいきなりなんか書いてた。これをこうかぶって、よいしょっと。あ、チャーハンね、すっごい美味しかった。うん。ちゃんちゃん。昼寝するわん。また昼寝するわん。眠にゃん。どっちだよ。眠にゃん。昼寝するにゃん。遅いな、いつまでやどこまで行ってんだ、たぶん。どこの薬局だ、早く帰ってこないかな。この間なんか YouTube で見たら超テンション高い人いた。散歩好きだと思ったら大間違いだわ。やっぱね、犬にもね、散歩なんかね、めんどくさいっていうのは絶対いるはずだからね。で、みんなのうちの犬もよく聞いてみた方がいい。うちの犬はね、ちなみに散歩が嫌いだから。ビビって うんちしちゃうからね。もう、下痢になっちゃうから。こんなの、散歩とか嫌いだ。あ、やばい、出てきた。
帰ってきた、帰ってきた。もう、これ。買ってくれたよ、いただいて。あ、ありがとうございます。帰ってきたのでお返しまーす。ちょっとありがとう、つなぎくれたんだ。遊んでたの、みんなと。みんなとありがたい。ありがとうございます。マジンガー Z 歌ってる人みたいって何？わかんない。ちょっとリアルに遊んでた。何の話だ。人もかかるし。マジンガー Z。 はい、ただいま。初見さん、アクアマリンさんいらっしゃい。どっちがリスナーだって話になってくる。ずら的にリスナーが家に来る。この俺の方がなんかリアドしたみたいな絵面じゃん。あれ何、あれこれ？これだからあれスタンドだよ。あ、そっか。うん。アナルビーズ。アナルビーズじゃねえ。アナルビーズしたいのか。三本も入るのか。三本入るかな。なんかみんながいるのは、うん、2個は金玉を閉めて1個はこうやってこうやって突っ込むんだ。あ、ナルビーズね。これなんだよって、みんな大人のおもちゃだ、大人のおもちゃだ。ぽいかも。うん、おませだなって言ってる。うん、おませだ。おませの使い方間違えてると思うんですよ。うん、これ茶漬け入ったらいいけど、自分の配信に割り当てるのどうするんだろう。ん？茶漬け？自分の入ってるコミは出るんだけど、うん、自分のコミにこの茶漬けを割り当てるのはできない。もしかして。茶漬けが何だか分かんないから、使ったことないから。新しいフォロワーさん、アクアマリンさん、フォローありがとうございます。本名顔出しはやっぱりおすすめできないよね。いや、本人は別に顔出してもいいって言ってて、ただまあ本名でやるメリットなんか一つもないから。そう、ネット見てたら分かるでしょ。本名でやってメリットなんか一つもないんだよ。ある？なんか、ないでしょ。だからまあ、本名はまずないと。でもまあ、顔出しは別に全然いいよって言ってたけど、タイガーマスクがすごい似合ってたから、キャラ立ちするから絶対こっちの方がいいんじゃんっていう。うん、そういう感じ。うん、この方、そう、ガチッチさん。で、なんだっけ、ジレッタイガーになった。そこからリンダマンかっこ実在になるかもしれない。そう、リンダマン、リンダマンかっこ本物とか、リンダマンかっこ実在に小手半が変わるかもしれない。でもまあリンダマンは結構あの覚えやすいし、多分 SEO 取りやすいからいいと思うんだよね。小手半がジレッタイガーじゃなくなるかもしれない。リンダマンに変わるかも。ニシちゃんなってるよ、ニシちゃん。え？ニシちゃん。何ニシちゃって。え？何？ニシちゃん。何ニシちゃって。いや、じゃなくて、何ニシちゃって何？新宿二丁、あ、違う。西口のチャイム。は？はぁだよ。なんでだ、あ、菊間町でもさ、菊ちゃったって。何それ、知らないよ。知らないの。そう、自分だけの専門用語みたいなのぶつけてくんのやめてよ。タイトルとか説明とか言っちゃった。俺がやろう。菊ちゃん知らないんだ。ガチツケ。
これでも釣りましょう。トラさんなんて検索すれば見れる？ニコ生でやるらしいよ。ニコ生でやるって。なんて検索すればいいんだろう。ニコニコデザイン部。ニコニコデザイン部だってカタカナで。ニコニコ。ブは漢字。え？ブは漢字。あ、部が漢字。ニコニコデザイン部、部活の部ですね。うん。あ、じゃあ俺が検索して URL 貼ればいいのか。ニコニコデザイン部。ニコ生だね。ニコニコデザイン部。SEO。どれだろう？これ？これか。これか。こっち。こっち。あ、でもフォロー400人いる。ほら、あたがいっかんでーす。あたがいっかんでーす。あ、あざーす。いただきます。 KP KP 飲めねえよこれ。ガタイいいな。俺がヒョロヒョロに見えるもんな。肩と首がつながってるもんな。ニコ生アンインストールしちゃった。あー、でもあれじゃん、ブラウザかなんかで見れるんじゃないかな、わかんないけど。サファリとかね。サファリとかで、アプリなくても見れるでしょ多分。おい久しぶり、戻ってこい。やっぱ言ってくれるんだね。どうもどうも久しぶりです。ふわっちゃーになったから俺。ふわっち居心地いいぞ、久々だね。ニコ生のリスナーさん、どうもワードです。そっか、コテハンが、そっか、コメビ入れないと見れないんだ。懐かしいな。あ、ニコ生で俺の映像を見るっていうのがなんか久々だから、なんか面白いな。ニコ生からワードを消えず寂しがってる。いや、そんなことないでしょ。全然ないと思うよ。大丈夫でしょ。ニコ生今見てんだけど、あの、面白いよ。なんか久々。お、コミュニティ登録ありがとうございます。俺のコミュニティ。こうすればいいんじゃないの？え？わかんないか。これダメダメダメ。だって、この画面が映るだけなんだよ。ダメダメ。それパソコン映してるだけだから、ループするだけだから。誰だろう。俺コメビ入れてないから、ちなみに小手半とかわかんないですよ。あ、どうも和道です。ほう、和道お前おとなしくなったみたいだな。おとなしくなったとかないっすよ別に。あんまよく言われるけど、あんまりキャラ変えたとかそういうのは意識してないっすね全然。いやよいばくらって、ここのリスナー書いてる。え、わかんないけど。ああ、なんだ、こう、俺のリスナーがただいやよで書いてるだけか。痩せてないよ、俺15キロ太ったんだよ。めちゃめちゃ太った。俺今一番、人生で今一番太ってるよ。太った太った。4ヶ月くらい前が17キロ痩せてたから。
コメントはやっぱ来るな。いやいやだって急にもう急にねコメント打ち始める人がいるから、匿名じゃないと打ちたくないって人もいっぱいいるしね。でもさ、その匿名じゃないと打たない、打ちたくないって言ってるの古い人だよね。戻ってこい。いやもう役は終わっただろ、俺の役目は。ニコ生での。ニコ生合ってると思うけどな。いや合ってるかどうかじゃん。だって食っていけるか食っていけないかね。まあ、うん。食っていけないもん、やっぱり。ふわっちで人集まんない時にやればいい。だって人集まるもん。集まんないっすかね。でも50人は切らないから、絶対。で、まあ100人、200人って来るから。ニコ生のじゃないとダメって言ってんの、ニコ生民だけなんだもん。うん。だってさ、閲覧さ、200とかさ、100とか超えるさ、ところでやりたいのは配信者だったら。見る人が多くてさ、囲われてる方が良くねえか？うん。でもまあ、ニコ生で結果出せなかった悔しさみたいなのあるよ。未練がないって言ったら嘘になるよ、それは。ニコ生で、その大手になれなかった悔しさみたいなのは、ずっと一生引きずるだろうね。和道は食えないかもしれないけど、うちらは飯うまでしょ？だから、何のメリットもないんだって。お前らが別にコメント暇つぶしができてもさ、食っていけねえんだもん。無理無理。俺だってさ、あれですよ。やっぱ、正直だから、稼げて、囲われて人が集まるところでやりたくなるっていうのが配信ですよ。うん。でもいいじゃん。川崎洋平とか佐野っちとか頑張ってんでしょ？あれでもニコ動って、動画だったら再生数で絡まれるでしょ？いや、ダメ。ニコ動にも上げてたの、スタッフさんが。うん、匠さんが。だけど、もう通報アンチがまだいて、もう全部ポイント剥奪されてるんだって。だからもうあげたくないって言ってた。別にアンチがいない人だったらもらえる。もらえるもらえる。むしろ稼げる。うん。そっち行こうかな。うん。だからふわっちでやるのは、まあ、人も集まるしいいとは思うけど、まあニコ生の文化が好きっていう人いっぱいいるからな。うん。マイクはこれ。え？マイクはこれ。うん。あ。単一？単一方向性。うん。超単一方向性じゃないよな。あ、でもね、2000円のマイクだから、これ。その単一とか言っても、大したことないと思う。コメント流れるのはいいよね。コメントが流れるのは最高だよ、本当に。大手にぶっ込むワードはどこに行ったんだ。大手にぶっ込むって言ってもさ、結局嫌われただけだし、今考えるとやっぱよっさんとか野田とかみどりさんに可愛がられないと無理だし、絡んでもメリットないもん。可愛がられるキャラじゃないんだって俺。そのニコ生系の人たちから。だから今のポジションが一番やりやすいよ。まあ大手でもなく過疎でもなく見てくれる人がいるっていう、この状態が。うん。だって、あれでしょ？ロハコ事件の前後じゃん。沸かせてたの。なんだかんだ言ったって。俺、ロハコ事件見てないんだよね。ゴシャムが一体何なのか分かってない。分かんない。動画見ても笑うと思うよ、多分。爆笑すると思うよ。うん。あれは超面白かった。もうやってて神回なのか分かったもん、自分で。あれは笑ったけどね。バッティングセンターで。カメラに行ったやつ。はいはいはい。あれは笑った。エミさんの帰りだ。うん。懐かしい。うん。でもまあ、ニコ生ね、いいんだよな。どうなんだろう。難しいとこだな。いや、未練があるっちゃ未練があるけど、ふわっち応援したいっていうのはあるよね。その、ふわっちを、ふわっちの運営すごい神だから、俺はこのサイトを盛り上げるパーツになりたいと思ってるかな。で、今ニコ生に帰るっていうのはちょっと不義理な気がする。うん。そう。どうなんだろう、難しいよね。ちょっとふわっちに貢献したいっていう気持ちがあるんだよ、自分の中で。
閲覧そんなねえな、うん、今どれくらいなんだろう。パソコンからだったらね、タグ編集できないよね。うん、まあ、ね、ブログ風呂からもやってみようかな、うん。キャスの時代はキャスの時代でしょ。それはキャスの時代だと思ってるよ、うん、キャスもフワッチに流れてくるような気がするけどね。キャスとフワッチはあの、うん、あの両方とも流れて行ったり来たりしょ、うん、キャスの井戸端会議官が嫌だよね。フワッチがでもあのアプリのダウンロード数5万ダウンロードなのかな。風船もらった。あ、風船ありがとうございます。ご隠居さんいらっしゃい、うん、いや、お小遣いちょうだいのフワッチだと思ってるでしょ。全然違うよ。止まったな。全然違う、全然違う。それね、あのやってみたらわかるよ、うん、俺くれって言ってないもん。くれたら感謝するけど、うん、どんなんなのっていうか FC2 にすごく属性が近いかもしれない。ニコ生とフワッチだって俺ニコ生やりだしたら俺ニコ生またハマるの目に見えてるもん。ニコ生好きになっちゃうの分かってるから、だからあえて避けてる部分あるよ正直。おお、アメリカンスピリッツさんいらっしゃい。どうもどうも、ワダツー、もしよかったらフォローしてってください、うん、筋トレちょっと好きなの。ああ、最近腕あのなんつーの、アイテムもらうために筋トレしてるからちょっと太くなったかもね前より、うん、コテハンつけていいか主に聞いてください。僕のコミュニティじゃないんでこれは。あー、つけられてもらう、なんかコミュとかあれの使い方よくわかんないですけど、一応つけてもらえるとありがたいです、うん、後で確認します。ふわっち規制で終わる、うん、今の時点でコミュがちょっと動いてないのでコメントごとにちょっとめんどくさいかもしれないですけど、あと何々って言ってもらえると。そうだね。あ、超イケメンさんありがとうございます。考えとくよ、うん、何があるか分かんないかんね。初見さんどうも。初見さんいらっしゃい。まあでも正直嬉しいですね、戻ってこいって言われるのは、うん、今ニコの盛り上がってる広い。ああ、いや公式はすげえ面白いと思った。あのなんだ、年末のさ、あの夏野とひろゆきとアズマンと津田の番組はめちゃめちゃ面白かった。っていうか野田公式向きだな。みどりさんよりも野田とね、よっさんね、公式面白い。俺野田再評価してんだよね今。野田やっぱ持ってるわ、よっさんと。みどりさんとね、ポジション変えた方がいいあれ。本当に、喋れるもん。一応計算できるからね。頭いいっすよね。うん。だから減らるんだよ、あれ。キャラでさ、あの、バカやつでさ、本当はさ、政治系とかやりたいんだけど、人集まんねえから。チャンネル出たら喋れる？わかんないな。あと、川崎洋平はダメだな、公式出ても。全然面白くねえな、あれ。あれはあのままだよね、どうも。なんか本番に弱いっていうか、なんか素人がなんか上ずってる感っていうか、なんか変なテンションで、すごいなんかサブイボが、そう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 、サブイボが立つんだよな。川崎洋平の公式は毎回引く。チャンスをことごとく取りこぼすっていうか、うん。あれ出ない方がいいぜ、川崎洋平。本当に。ただ平凡な配信を見たい人だけ集まってるところなんですね。なんか持ち味が出せてないから。和道も出てみない。あ、呼ばれたら出ます。はい。呼ばれたら出ます。正直言うと。ふわっちって配信サイトがあるんですよ。ここ1年ぐらいで盛り上がってる。うん。和道はできんか。そうか。うん。風船プレゼントありがとう、ご隠居さん。どうも。いやーでもなんかいいな。やっぱコメント流れるっていいな。なんかいいな。懐かしいな。もうどれくらいやってないんだろう。4ヶ月、5ヶ月くらい。違う、半年くらいやってないか。半年くらいか。いやーなんか感慨深いわ。すげえわ。
今アクティブどれくらいあるんだろう。ニコ生見てる人ちょっと手挙げて、ニコ生どれくらい見てますか。ちょっと協力してください。何人ぐらい見てるか知りたいんで。1人かよ。一人でこのコメント打ってただけかよ。何でコアラにするの。ありがとうございます。1名さんありがとうございます。初見さんいらっしゃい。いや、ごめんごめんね。おお、ディスマンだ。久しぶり。いらっしゃい。アクティブ1だったんだ。うん。笑うよね。自分3個目ぐらい。じゃあ、あれだろ。需要がないんだよ。あ、でもニコ生いいな。なんか懐かしいな。のんたん、はい、お土産いただいたよ。あ、ありがとうございます。いえいえ。あ、横浜じゃないですか。うん、すごい。うん、伝説の配信者さんはどんな伝説を。伝説級に嫌われてるっていう。ケル普通に飲んでる時よりここビシャビシャだからね俺今。もうちょっと広げる、カットしたらいいんじゃないですか。切るとか、うん、ストローとか、ニコ生で有名ではないだろう。有名じゃないと思うよ。いやー、有名でしょ。そう、うん、俺で有名っつったらキリないでしょ、うん、上から100人に入ってるか入ってないかぐらいじゃん。それくらいだと思うよ、ちょうど。にわかリスナーとか。でも今のニコ生は多分そのなんだろう、配信者誰が一番盛り上がってんの。今来てる配信者とか全くわからない。あ、AF がなんかすごい上の方にいてびっくりするんだけど、なんで AF があのポジションにいんの。あいつただのリスナーだったでしょ。 AF ってなんであんな集客あんの今。うん、ニコ生で生活保護を語るワドが一番盛り上がってた。うん、だいぶね、あの都議会議員とかね、市議会議員にね詰められてたからね。あのニコ生で生活保護語ってるバカがいるっつって。大手しか生き残ってないか。よっさん、みどりさん、加藤潤、あと誰いる、野田、もう全然わかんないな。全然わかんない、うん、ゆいがさんとか戻ってきた方が面白いんじゃないの。あ、まあキャスやってるから無理か。うん、ツイキャスみんな女今。七原って人聞いたことない。知らない。ジンギスカンとかいるでしょ。やっと見れた。誰だか分かんないから待ってたね。多分アプリダウンロードしたんじゃないですか。ああ、そうなんだ。なるほど。いや、全然やばいと思ったところないよ。俺の乗り込むっつって、あの、訂正するまで乗り込んで、あの、拡声器持ってやるぞって脅したら謝ってきたよ。うん、うん、ありがとうございます、ニコニコ大百科。うん、謝ってきたのは本人からじゃなくて、あの人を経由してその議員の秘書から謝ってるっつって、取り下げてくれって言われて、あ、じゃあいいよっつって、でツイッターであの特定の個人を攻撃するためにやったわけじゃないっていうふうに言ったから、あ、いいよっつって。
あ、ジンギキスカンも配信やってないんだ今、うん、あ、クミタンが、クミタンいらっしゃい、このコミュニティの人たちは誰も来ないな、見てないのかな。いや、だからふわっちからニコ生は相性悪いんだよ。そうじゃなくて、このやってるコミュニティの人が見に来てないってこと。なるほどなるほど。要は抱えてる人か、400人の。そうそうそう。本当だよね。400人なのに少なくても10人ぐらい来るんだよね。うん、そうそう。だからこんだけいるんだもんね、レベル25。あ、ていうかデザイン変わりまくってんな。ここで絵を描くっていうことなの？そう、絵も描いて静画も上げたし、うん、あとはルアーを作って動画を上げる。そうそう、ガチッさんのコミュ、ニコ生必ずオワコン化します。それを今言ってる時点でもう終わってるんだってもうとっくに終わってるんだって。もう 4,5 年前のコンテンツなんだってニコ生って。終わる終わるじゃなくて終わってるんだよそこに気づいてないだけなんだよ、うん、オワコン化してますよ。もうカエルさんこんにちは。ジンギスカンやってる。運営が終わってるよね。だってもう夏のがやる気ないもん。夏のニコ生のこと全く把握してないじゃん。正月の特番で話してて俺びっくりしたもん。もうやる気ないんだって。金かける気もないんだって。だって本体の運営側の方もやる気がないもん。無理だよ。だしあれだよ、ニコ生の番基準って子会社がやってんだよ。中国人やってんでしょ。そうそうそう。だからもうサポートとかも全然やる気ないんだよ。夏のはダメだよね、やっぱり。うん。顔がムカつくの、夏の。え？夏の顔がムカつくの。ああ、夏のはない。喋り方。っていうか、なんか、もう典型的にワインとか語って、夏の。なんか、ボンボンのさ、典型的な、なんか金持ちみたいなさ、ステレオタイプの。だから、なんでこいつにやらせてんだろうっていう。うん。家族放送が好き。その気持ちはよくない。誘ってる方が面白いよね。わかるかも。大手の放送ってわちゃわちゃしてて、台本が綺麗じゃないと見れないんだよね、やっぱり。カワンゴと夏野とひろゆき、ワードをこの3人評価して。俺はだから、ひろゆきを迎え入れたあたりが一番全盛期だと思ってて、要はアンダーグラウンドカルチャーだし、ひろゆきもほら、テレビ出なかったじゃん、あの頃。だから、なんつうの、なんて言うんだろうな。だから何がしたかったのかってことだよね。アベマみたいなことやりたかったんだと思うんだけど、それも失敗したし、要はね、資本提携の組み方がね、下手だったんだよ。で、あれでしょ？角川になったじゃん。で、角川になったってあれ何を意味してるかって言うとさ、カワンゴが株売ったってことなんだよ。要はもうこのサイトのピークはここだなって見限ったわけだから、うん。で、それで儲かったわけでしょ？で、もうジブリのさ、スタッフばっかりやってるわけだから、俺はカワンゴで良かったと思ってんだけど、カワンゴがもうやる気ないっすよ。だからこのサイト見限ってるわけだが。で、ひろゆきも一時期見限ってて戻ってきたわけじゃん。うん、で、夏のより、ひろゆきの方が株持ってんだよね。ニコ生の。ニコ生つうか、ドワンゴか。ドワンゴ株持ってるわけだから。ひろゆきは若干までやる気あるんじゃないの。だからひろゆき CEO にするのはありだと思うけど、多分、その、判断は角川は絶対くださいから。だ経営陣に期待するのはもう無理だと思うよ。夏のはもう論外。チャンネル厳しいし、ニコニコ版もいけつない。
字食らわなきゃいいやの精神だから、うん、うん、だワインのうんちくなんかワイン自慢なんかされて誰が面白いんだっていう、うん、だからひろゆきが戻ってきたのは熱いなと思うけどね。でもなんつうんだろう、もう俺らはさ、ひろゆきと絡めないのは確定してるわけだから、あの、ないよ。未来はないよ。はい、普通の一般配信者には。ねえ、ひろゆきと絡めるワンチャンとかがあったらさ、頑張ろうって気になるかもしんないけどさ。な、いいんじゃないの？野田とかみどりさんとかがトップで、加藤潤とかが。それがニコ生の限界だと思うよ。もう石川紀之が逃げた時点で終わってるんだよ。あちゃんいらっしゃい、こんにちは。うん、なるようになったんだよ。別にだってニコ生じゃなくてもいいわけじゃん。見るの、だってツイキャスだってタダで見れるし、ふわっちだってタダで見れるしさ。ふわっちなんか今、金梅さんでしょ、関慎吾でしょ、稲子でしょ、川崎洋平もこの前やってたでしょ、あと誰いる、鮫島さんでしょ、香川さんでしょ、もうほとんどニコ生の大手だった人たちがふわっちやってるわけだから、石川はでかいよね、完全に。だからもう別にニコ生には期待、ニコ生に期待をしてるのは間違いだと思うね、俺は。ひろゆきがニコ生は10年以内に亡くなるって言ってたもんね。どうだろうね。その辺の、ほら、内部にいる人の発言だと分かんないから、俺は。どういう意図でそれを言ってんのか分かんないから。でも、ニコ動だけ残ってればいいんだよ。経営陣的には。ニコ動はうまくいってんだから。コメントシステムは最高だよね。これは芸術だと思うよ、本当に。あ、そうだよね。テレビを超える気がなくなったよね、もう完全に。横山みどりもひろゆきニコ生終わるから他の生き方。うん。みどりさんはニコ生なくなったらやばいよな。でもオープンレックやってるってそういうことでしょ、結局。俺そういうことだと思うよ。オープンレックやってるっつうのは。うん。嫌よっていうかコメントが画面に流れるっていうのがいいと思う、俺は。そうそう、ニコニコはね、もう、あの、終わっていくコンテンツっていうか、だから、いや、終わるっていうか、なくなるっていうわけじゃなくて、今の2ちゃんみたいになるんじゃないの、うん、アホ言われた、うん。懐かしいよね、この感じで。そうなんだよね。いい人たちが気分悪くなるから、ニコ生やってると。やっぱりやるメリットないよ。嫌よじゃないと何かを発言できないってことはさ、結局後ろめたいことがあるんだよ。何かしらで。うん、何かしら、その、あるんだよ、絶対。別にだって堂々とさ、だってみんなさ、コテハンが残ることとかサムネが出るっていうことが匿名じゃないと思ってるけど、あの、サムネイルって別に人格ね、自分の写真を出さなくてもいいわけだし、コテハンだって勝手に適当につけた名前なわけじゃん。だから匿名なんだよっていうことをよく言ってんのよ、俺は。匿名じゃん。本名を晒してなければ自分の顔も出るわけじゃないから。そう。だからそこも気づいてないわけじゃん。そう、ニコ生のシステムがいいっていう人は。
置き物です、うん、確かに小手半出せって思う。だから結局自分の発言に責任持ちたくないわけよ。結局だからアンカーを残したくないっていうことでしょ。だから好きなことを書きたいっていう人たちは、匿名の人たちは、そう。まあまあそれでいいと思ってるけど、そういう文化だから面白くなることもあるし、ん？だから面白くなるってこともある。そうだから面白いっていうのもあるし、うん、だからそれは配信者にとって合うか合わないかだから、うん、うん、いやー戻ろうかなって思う時期はたびたびありますよ、正直言うと。もう暑いし痒いです。取るもう取りたい。終わったみたいです。全然そこは自由にやってください。メタリカの人に、え、メタリカの人いるの今気づいた。あ、メタリカなんだ。メタリカ聞いてそうだもんな。同時でいいな、うん、キュート。一応30分っす。あ、電池、いや、電池はある、うん、新種です。枠が終わったんです。いい終わり方してるんだ。うん、はい、バカツ。あ、エイプマンいらっしゃい。うん、たくみさんくらいってどういうことかな。あの、でかさだ。たくみさんくらいってどこに書いてある。ああ、大きさ？たくみさんよりガタイがいいし、筋肉質。多分ね、体重は同じでも、たくみさんは、あの、運動不足感がやっぱすごいよ。ガタイいい感じだね。筋肉がある。パワー系だね、だから。パワー系。身長はたくみさんよりでかいかな。身長たくみさん俺と同じぐらいだから。タバコもらっていい？いいっすよ、いいっすよ。すいません。なかなかずっと配信してるっていう、このモードが、あれで。結構疲れますよ。いいね。大丈夫っすよ。いいっす、いいっす。で、結構吸ってないと消えちゃうかもしれないです。あの、添加剤入ってないんで。初タバコではないでしょ。完全に吸い慣れてる。タバコやめたんすか。やめた。なんでやめたんすか。いや、なんか調子悪いなと思って。ああ、喘息で、うん、あ、バーガープレゼントありがとう。ニコ生のコメントが流れるシステムは何だろうね。なんであれを採用しないんだろうな。俺はあれ芸術だと思ってるんだよね。あれはすごい見やすいよ、見てて。俺はあれ発明した人は、あの、天才だと思ってるね。他の配信サイトなんでやらないんだろう。そんな難しいシステムじゃないはずなんだよ。うん。だからモード切り替えとかで画面に映せるモードとこっち側に出るモードって右に出るモードとか2つ選べるようにすればいいのにな。サーバーに負荷かかんのかな。うん、多分画面に合成する技術が難しいんでしょうね。でもさ、フリーソフトとかで導入すればできるんだよ。うん、あれ楽しいよね。うん、あれ、あの、コメントがブワーって言って画面見えなくなるとき、テンション上がるもん。やっぱ配信やってると。わら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 ーみたいな。うん。あれは一体感あるよね。あれは面白い。だから、劇場型の配信には向いてるよね。要は、コミュニケーション取るのは向いてないけど、ブワーってこう、一方的にアウトプットだけして、お客さんは一体感で一緒に見るみたいな。
だから本来だったら生放送じゃなくて動画とかを一緒に見て生放送でそれで何かをやるっていうリスナー同士が共有するっていうスタイルが一番いいんだよ多分、うん、あメロンお前クミタンあのコメント書くなよ、うん、お前だろ悪口言ったのバレてっかんなメロンだろ、うん、コテハン叩きやめろ戻ってきたタイミングでわかるわ書いたのお前だろ違うの俺はもうメロンに不信感しかないからねカイロプレゼントありがとうニコ生はみんなでやってる感あるねあるよねそうリスナーの一体感がいいよねカラオケの弾幕気持ちいいよねカラオケ俺かそるもんカラオケ枠スタジオって今混んでる予約してみます教えてドラム？あ、全然全然スタジオ疲れた歌、うん、歌っても疲れるえ、でもドラムだけだと歌えないよ小食ペンタこの間の岸辺が入ったところ一番小さいところで全部できるギターベースあ、できるできるできるけど俺ドラムしか叩けないから俺がドラム叩けなくなったら、うん、歌うってこと全然全然構わないけど面白いでしょこれ歌ってた面白くはないでしょ本人だけでしょ多分面白いの太ったねかなり太ったあとなんだろう筋トレででかくなったこれでさメタリカ歌ってさ、うん、メタリカにして送ったらさ何も起こんないよ何期待してんのメタリカがなんかありがとうとか言わないよって言ったら、うん、ジャパンのファンありがとうみたいなガンズ来てからだったら LINE にしてるからああそういう問題じゃないから33 公式でガンズのライブとかないの無理でしょ判件が高すぎるうんはいこんにちはメリクリさんいらっしゃいあ今日ってスタジオ空いてますかえ何時ですか夜の10時夜の10時からじゃないと空いてないってどうしよう微妙だ、うん、あ了解です検討しますお願いします今5時だから5時間がでも土日は他ないどっかあるかないやでも新宿はバンドもメッカだから空いてない多分都内は、うん、都内空いてないっすね、うん、10時はうん微妙あ西新宿5丁目にあったかなハサミ借ります。どうぞ。ありがとうございます。西新宿。ラジオリック。プライベートスタジオ。2200円、30分スタート。1時間かこれ。平日土曜あ今日土曜日でしたっけ、うん、朝やってないや、うん、土曜日は5時までって書いてあります、うん、料金がじゃないの料金がってことあそういうことかそんな早く閉まんないでしょそんな早く閉まんないか、うん、電話閉めますかこう言ったことないけどあ
あ、もしもし、初めて、電話したんですけど、今日ってスタジオ空いてますか？ 18 時以降は空いている。個人で、2名で入る場合って料金ってどれくらいになるんですか？ 1時間1100円で。インターネットって繋がってますか？ Wi-Fi とかって。あ、ありますか？あ、1時間いくらでって、空いてるって、6時から。行きます？ 2 時間ぐらいですか？ 3 時間。あ、ずっと空いてますか？あ、じゃあ予約してもいいでしょうか？初めて行くんですけど。ですね。じゃあ6時、18時から2時間で。はい。で、何をお伝えすればいいでしょうか？初めてですね。はい、始末。はい、始末です。はい。はい。二人で。飲んだん行く？あ、じゃあ二人です。はい。楽器はですね、ドラムと、ボーカルマイクで。はい。はい。あ、そうですね。はい、一応大丈夫です。あ、もう近所です。西新宿5丁目に住んでるんで。はい。はい。あ、家からもう目の前です。1分以内です。羽衣湯。はい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 。あ、はいはいはい。わかりました。では、すぐ6時に、5分、10分前にお伺いしますので。はい。はい。あ、わかりました。あ、大丈夫です、大丈夫です。了解です。あ、よろしくお願いいたします。はい、失礼します。歩いて5分っていうか、もう目の前の銭湯、そこだった。っていうか安いし、ここでいいじゃん。じゃあ、俺なんでペンタ使ってたんだよ。1時間1100円だって。安っ。1人だったら600円だって。やば。俺ドラム配信復活しよう。マスクどうだ。マスク取ります？ちょっと、いや、いやっす。トイレ借りていいですか？あ、トイレ。あ、超狭いっすよ。のんたんトイレ案内して。超狭いんで。うん、ベッドの位置。ドラム配信やります。ドラム配信、マスク。いや、マスクって大変なんだよ。みどりさんとかもすげえ大変だもん、いつも。ドラム配信ふわっちで見たい？みんなドラム、モンタンも行ってみる？ここで放送で見てる？シャータンと遊んでる？うん、あ、じゃあドラム配信やるわ。じゃあふわっちで。マスク蒸れるし、呼吸が辛いし、めんどくさいんだよ、とにかくいろいろ。あ、じゃあふわっちでやるよ、ドラム配信。オッケーオッケー。ただあれで音とかクソ悪いよ。それだけ考慮してよ。はっきり言って音はクソだから。それ音バリバリ割れちゃったりするけど、でっかい音だから、そこらはごめんね。超いいじゃん、ここ。家から超近いし。超いいんだけど。早くここ使えばよかった。
って家から目の前じゃん本当に。あ、ここか。このスタジオめっちゃ良くて、なんか一部屋しかないらしいですよ。一部屋しかなくてプライベートスタジオみたいな感じなんだって。ここ最高じゃん。こんな感じらしいっす。いいじゃん。いいっすよね。ギターベースはなくていいの？ギターベースレンタルで、その場で借りれば。楽器できるんですか？できない。できない。じゃあ借りる必要ないお願いしていいですか。僕もトイレ行ってきます。ごめんなさい、狭くて。ということで、続きスタジオ配信になります。いやー、マスク苦しい。嬉しいっすよ。原田さん太っちゃって苦しい。しゃべる。いや、あのね、しゃべるのって結構難しいんだよ。慣れるまで。意外と普通にしゃべってるだけだろうってみんな。おお、ありがとうございます。エイプマンさん、ありがとうございます。筋トレはちょっと今日は後でやります。夜、まとめてやります。ごめんなさい。俺が代わりにやるかじゃ。だって余裕でしょ。6キロ余裕な感じで、うん、マスク取れば取らないですか。だってさ、今日生まれたキャラクターでさ、マスク取ってサプライズとかないでしょ。まずキャラ定着してないんだからっていう。いよいよ見れるのかとか、ワクワク感とかないよね。ついにとかないでしょ。カエルさん、ありがとう。頑張ります。マスクかぶると全員みどりさんに見える法則。あ、逆に俺がマスクかぶったらっていうのやってみていいですか。ちょっとそっち側に行って。多分ね、マスクの凄さってここなんだよ。顔が特定できなくなるんだよ。ちょ、借りるわ、マスク。ありがとうございます。結構しっかりしてる、このマスク。ほら、分かんなくなるでしょ。俺もみどりさんに見えるでしょ。ほらほら、みどりさんっぽいでしょ。ほら、分かる。お、みどりさんっぽいよ。みどりさんに見えるでしょ。どうもー、どうもー。もうキャラ崩壊してる。ちょっと見切れてるね。うん。ねえ、みどりさんに見えるよね、やっぱ。切れ長の人系の目だと。暗黒マスクかぶった。そうだね、体が貧弱だね、タイガーマスクやるには。ああ。そうそう。これがマスクの凄さ。これで筋トレすれば様になるんじゃない。でもタイガーマスクありだな、かっこいいな。マスクすごいよくできてる。このマスクすごい。しっかりフィットする。プロ仕様。プロ仕様だね。ちゃんとしてる。マスクマンの脱ぐか脱がぬかの葛藤。ああ、重心サンダーライガーのマスク好きなの。プロレスデビューもしようかじゃん。プロレス。レスラーできそうだからな。ジュニアだったらいけるの。ジュニアって階級あんの？あるある。へえ。
知らなかった。うん、あ、被るんだ一応。蹴るわ。え、普段雑談配信やってんすか。いや、風景写しな散歩配信とか。つまんねえ。つまんねえ。くっそつまんねえ。え、喋るの苦手なんすか。いや、そんなことですね。コメント来たらすぐ返して、その風景を説明したりとか。ああ。かわいい。かわいいわけだっけ。ああ、なるほど。うん、なるほど。キャラじゃない、うん、ほのぼの配信だ、うん、マスクいらない。もうバレたかんね、顔で、うん、でもやっぱマスクつけてた方がキャラは立つよね、やっぱりね。大体、うん、ね、あれなんだよ、パソコンに向かってこんだけ喋ってる方が異常なんだからね。みんな普通に見慣れてるけど、そう、結構旗で見るとすごいことだよ。よくこいつ喋るなっていう、今日喋ってない方だもん、それでも。うん。マスクいらない、バレてる。うん。まあ見えた人だけど、プレミアムって感じ。プレミアムですよ。あ、スタジオここ利用しよう、今度から。いや、下半身やばいよ、マジで。太もも太さ倍ぐらいあるからね。多分ね、カメラだと伝わらないんだよな。俺がだって小さく見えるじゃん、今日。うん。すごい小さく見えない。めちゃめちゃでかいよ。身長たっぱどれくらいなんですか？え、でも173くらいしかない。あ、そんなもんなんだ。だって肩幅が全然違うもんな。腕の太さとか全然違うもんね。本当にプロレスラー。ね、本当だよね。下半身は半かぶりです。半かぶりなんだ。気になるの？あ、マスクかぶってるから、チンコもかぶってるんじゃないかっていう。俺、全かぶりですね。はい。あの、手動タイプだよ。細く見えるね。俺だって175キロ、175キロねえよ。75、6あるよ。うん。それでも小さく見えるもんね。え、でも、配信初期から見てて、そう、生で会うとどんな感じなんですか？変わんない？配信者、いろんな配信者だったけど、うん、配信者は変わらない。あ、俺はギャップがあるって言われる、コメントと。ああ、ある、めちゃめちゃギャップある、イメージと全然違う。うん、だそのビジュアルイメージと内面は合ってる、話していくと。だけどビジュアルイメージが全然違う。配信誰会いました？他。いや、誰も知らないと思う。ああ、とカソばっかり。カソばっかり。ほうほうほう。小さじゃねえよ。でかいよ、めちゃめちゃ。どうしよっかな、スタジオ。ドラム配信何持ってこうかな。機材。音いい方がいい。音綺麗な方がいいよね。ミキサー持ってこうかな。ミキサーとマイク。あるもん。持ってった方がいいか。 Wi-Fi あるって言ってたから。うん、あれ持ち込みだねみたいな。体重100キロ超えてるわけだから。ジュニア級の体格。うん、ジュニアジュニアなんだ。100キロで身長が180以上ないとダメなんだ。しかも、あ、そうだよな、でっかいもんな。みんな肩幅鍛えてもタイガーさんの肩幅にならない。俺だって撫で方だもん。うん、骨格が。肩はね、マシンで一番重いのがあるから130。130上がるの？うん、余裕で。余裕で。ぐらいだから。格闘技してないです。うん。すごいよ。一番パワーのあるのはどこなんですか？太もも。足だね。足だ。あと背筋。背筋もマックスいく、300。300？ だから一番重いとこあるじゃん。うん、あれ。うん、あれが、スクワットはどれくらいですか？あの、なんだっけ、プルダウンだっけ。うん、あれは280とか。やばやば。背筋300だよ。え、あの、パンチマシンとかでパンチどれくらい出ます？まあでも、280くらいしか出ない。
ちなみに言うと俺が160ぐらいなのよ。で160ってそんな悪くない数字なのね、うん、あの平均男子ぐらいの、まあ意外とその体でよく打てるなっていうぐらい、まあ普通に出るじゃんっていう。大体ね110とかなんだよ、素人が打つと90とか。だからパンチ280って、あのね、拳が当たって骨が余裕で折れるぐらい。多分あの思いっきり肩パンされたら肩外れる多分。パワーボムっそう。すげえ280か。すげえマイク・タイソンとかでも700とかでしょ、600とか。だっけ。うん。あれバネが違うんだろうな多分。そう、無理やな。うん。あれはもう人間じゃないからね。うん。素人で200、まず200キロ台いかないよ。180とかでもう喧嘩自慢で最強とか言われるレベルだから。格闘技なんでやんなかったんですか。いや、なんかその格闘技やっちゃうと、うん、その型にはまっちゃってストリートでは行かせなくなっちゃう。ああ、まあルールが違いますもんね。読まれちゃうから、うん、あのね、喧嘩強い、あの喧嘩強いのと格闘技強いの全然ルールが違うんだよ。あの、なんて言えばいいのかな、例えばあの先手の取り方が圧倒的にうまかったりとか、あと俺喧嘩慣れしてる人ってそのジャケットとか着るじゃないですか、そこを裏掴んでガッとかめちゃめちゃうまくないですか、その膝蹴りかぶせたりとか、その喧嘩でしか重心のね、はいはい、間合いとか、間合いとか独特なんだよ。余計なことしなくていいから、それだけでできちゃう。うん、あともう圧倒的に腕力ですよね。うん、あのね、ボクサーとか30分とか戦うのってあれ異常なことで、喧嘩ってね、ほぼね、ワンパンの世界だよ。一発入るかだから、5分とか3分で終わるんだよ。柔道家はね、全部黒帯倒しちゃってね、体育の授業を1時間で終わらせました。で、先生に、残ってるの先生だけだよって言ったら、いや、俺は教える立場だから、とか、逃げられちゃいました。格闘技やってたら絶対行っただろうな。ボクシングとか、ね、でもあれでしょ、マサトクラスでファイトマネー300万円ぐらいしかもらえないでしょ。マサトでファイトマネー300でしょうね。やってらんないでしょ、多分鍛えて。確かボクシングの世界戦の初めてのタイトルマッチで1000万いかないんですよ。でテレビ放映とか2戦目でかなりガーって特番とか組まれると放映権とかで奥行くか行かないかとかいう。しかもそれバブルの名残の頃なんで、多分今3000万とかでしょうね、世界チャンピオンクラス。ああ、もうラスベガスとかだったらまだ。日本でやってる。なんだっけな、K1 ファイターのギャラとか結構ひどいんだよな。うん。割に合わないですね。柔道は強い。柔道は、強いよ。やっぱり。喧嘩やるんだったら。バキの花山薫みたいの好きやん、世界やな、パンチ力。ああ、花山薫タイプだろうね。タイプ、バキで言うところの。これですよ。スカーフェイスですよ、スカーフェイス。うん。その、リンダマンの元になったっていうのはどっから来てるんですか？リンダマンの元になってるわけじゃなくて、うん、リンダマンって呼ばれてたんだ。だって、その、モデルになったのは映画版の、うん、小栗旬の髪型。映画版の小栗旬ってどの役名でしたっけ？役。もう主役だよ。え、あれ春道？名前よくわかんない。映画の髪型のモデルになったの？どういうこと？パクられた。それだってたまたま髪型が被ってただけなんじゃないの？あんな髪型しなくない？こう長くてオールバックしてこう取り込み入れてて。小栗旬は俺だと。それはないけど。それはない。うん。いやーでも相当強いと思うよ。うん、すげえよな。あ、でもあの話とかも受けそうだよな。その、生い立ちの話とか。どうやって食ってたっていう話。うん。それどこで出すかだよね。どこで出すかだよね。負けたことない？ない。一回も。え、ちなみに、ストリートの喧嘩ってどれくらいやってます？か、数えたら。いや、わかんない。もう、100超える。だってもう、日課だから、食べるためにやってたから。おお。今日の飯のために。え、それ何年間ぐらいその生活してたんですか？ 3、4年。3、4年。を毎日。しかも、1日1件じゃないでしょ？うん。ってことは、年間1000件は喧嘩してたわけだ。
それを4年間だから。いや途中で相手いなくなってくる。あ、もう有名になっちゃって。え、それはもうあったら金払うみたいな世界になってくる。そこまあそこまで取らないけど、それカツアゲになっちゃう。弱い者いじめやしない。ああ、なるほどなるほど。おお。じゃあまあ5000回ぐらい喧嘩をしてるわけだ。花山薫でしょそれ。そうそうそう、喧嘩で食ってたんだって。喧嘩で食ってたっていうの語弊があるの？違う、食ってた。喧嘩で食ってたんだ。それがしてない。すごくない？俺さ、俺最初の5分間ぐらいは統合失調症なのかなと思って、パワー系池沼なのかなと思ったけど、でもね、拳とか見たりとか、そのなんつうの、腕の太さとかさ見るとさ、多分これリアルだろうなっていうのがわかるんだよ。すごいよね。プロ喧嘩師ですよ。スカシ野郎っぽいと思うでしょ。拳見たらわかるよ。あのね、わかる、潰れてんのわかる。普通の拳ってデコボコになるんだよ。こうやってこうやってやってみてもらっていいですか。わかる、真っ平らな、あの拳ってすぐ出るのね。あの人を殴ってるかどうか全然拳が違うでしょ。空手家と同じ拳なんだよ。だから不可視じゃないのって拳見るとわかるよ。拳握ったりとか手のね、ここを見るとわかる。作りが違くて、でここがね、ボコってなるの。なんでここが丸くなるかっていうと、あの指が折れてるから、何回もここ折ってますよね、多分何回か。うん、そうだから、ま、あのね、オロチドッポの手になるの、丸い手になるの。ここはフラットじゃなくて、ここが平らなんだけど、ここがねちょっとポコって丸くなるんですよ。うん。なるほどな。なんでそれやめようと思ったの？相手がいなくなっちゃったから。うん、っていうのと、やっぱ仕事、若いうちの苦労は勝手でもしろっていう、うん、上等だよと思って、じゃあ仕事してやると思って。で、まあその頃、1000万件は成功だっていうから、うん、2000万目標にしたら、2000万いったから、あんまりいいだろうと思って。あたいいいやつって大概そんな感じの手してるよな。まあまあ肉付きでそうなるっていうのもある。うん、デブの手の特徴。お前らじゃあさ、リアルに喧嘩売れよ。俺絶対売れねえから、ね、そう、お前らこのそう、ここに来て目の前でそれ言えないでしょ。わあ、ただのデブの手だろこの野郎とかならないよ絶対。ネット弁慶でしょ。うん、この二人が来たら面白い。もっとでかかったら面白い。それはそれで面白い。それはそれで面白いな、俺。一番戦無敗。初めての負けを。うん、初めての負けを。あ、じゃあもうバキの世界だよね。敗北を知りたいっていう。うん、え、人生でそう、もう完璧やばいとかじゃ痛い目を見たことがないの？うん、そう。拉致られてとか。あるあるある。あるの？でも一本引かないし、巻いたって言わないし、ケアもしないし。いや、だから花山薫の世界だね。要は、本人が認めない限り負けじゃないっていう。すげえな。俺なら瞬殺だよ。俺もちろん俺が。客観的な意見を述べるだけで喧嘩売れないだろとか言われんのとか言って。いや、そう、違う、そうじゃなくて、客観的な意見言っていいんだけど、本人を目の前にして言えないでしょ、やっぱり。怖いでしょ。怖いとはないけど、別に。その、なんつうの。やってみればって。やってみればっていう。うん。どう計算しても勝てないもん、俺。戦って、僕と思って戦えって言っても絶対勝てる自信がないね。正直。体格的に。拳銃持ってたら勝てるかなぐらいだよ、本当に。いや、でも警察官30人ぐらい囲まれて全員倒したことあるけど。え、何それ、どういうこと。いや、喧嘩してるじゃん、警察もあるじゃん。うるせえ、お前らに関係ねえよっつって、いや逮捕するぞって言って数してみろよっつって倒しなかった。30人ぐらい倒した。30人の警官。そう。空砲は撃たれたけど。嘘、実弾は当たってない。 え、一発目撃たれたの。要は、うん、威嚇射撃でしょ。え、やばゴリラじゃん。動物園から脱走したゴリラの世界だぞ。すげえな、漫画だよね、本当に。いや、でも、わかるよ。なんかね、あのね、これ、親父が格闘家だったからなのかもしれないけど、強い人って二回りくらいでかく見えるってわかります？なんか、匂いっていうか、その圧っていうか。あの、レイセフォンってわかります？レイセフォン見たことがあって、あの、こう、空間がこう、ブワッて歪むっていうか、なんか、こう、すれ違うだけで、えってなったよ。
で、パッて見たらレイセフォーで、身長189ぐらいなんだけど、もう2メーターぐらいに見える。もう肩とかも作りが違う。あれは死ぬ。うん、あ、でもスパーリングでは負けたことある。あー、え、何のスパー？キック。あー、キック。前が違うから。リーチも向こうは長かったし、うん、前蹴りでずっと、はいはいはい。スペース取られてて、入り込めなくて、はい、入ったら捕まるとして。あー、え、それでかい選手ですか？うん。あー。80分ぐらい。はいはいはい。で、経験者で。うん、まあ、3年、5年とか本気でやってる選手は、プロっすか、その人。プロだったのかな。え、なんでそのボクサーと戦うことになったの。いや、俺と やってくんないって言われて。あ、有名で、その喧嘩強いっていうのは。そうじゃなくて、うん、ジムで練習したら、うん、やってみないって言われて、うん、だからなんか感覚いっぱい周りに来てて、うん、その人の友達 で、うん、で、あ、要は売られたんだ、喧嘩を。へー。で、パンチ一発当たったら逃げ始めて、うん、で、前蹴りで5距離たら、はいはいはい。はあ、最終学歴はどのメインですか。いやいや、そういうとこは入ってないです。さっき、前科あるのって聞いたら、面白い答え返ってきたからね。無免だけです。4000件喧嘩して、前科どれくらいあるんですかって聞いたら、ああ、無免許運転があるねって言われて、そこかよと。警官30人ぶっ倒したとき、警官何したんだよ。それ帰ったの。うん、うやむやになったと思う。いや、帰った。もう無理だと思う。もう無理だと思う。だってこっちは現状向けられてるんだからさ、正当防衛じゃん。うん、あ、まあそうか、うん。でも警察官が現状向け。こっち武器持ってたら、過剰防衛とか、まあ、あれになるけど。こっち素手だな。すげえな。もうなんかほんと漫画みたいな世界だよね。だけど、これが、なんか、あの、いや、でも新しいキャラクター作りたいよね。なんか、ガリッガリのヒョロヒョロのさ、やつにさ、その、なんつうの、ガチッチのセリフをそのまま被せたら絶対面白いよね。この設定をそのまま、そのヒョロヒョロで、絶対お前そんなことないんだって。あーって。警官30人囲まれて、拳銃発砲されたからぶっ飛ばしたよね、つって。うん、警官殴って前科なしなの？なしなんだって、すごいよね。前科一般無免許だからね。少年の頃だから消えてんだよ、ね、俺らの世代の頃って少年の頃の記録消えるんだよ。そうだ、前歴も消えるんだ。え、今残るの。今残る。あ、そうなの、知らなかった。俺少年犯罪消えると思ってた。え、少年の時はじゃあ何回も。うん、少年院もある。ない。あ、ないんだ。火災ともない。ああ、捕まらんかったら無罪だもの。まあそうだよな。うん、面白いよな。倒して帰るよ。あ、もう生い立ちの話ここまで来ちゃったんで言っちゃっていいですか。いいよ。まず、なんで喧嘩で飯食ってこうかっていう話、さっきマイクを振るねっていう話したじゃん。で、生い立ち、ちょっと不思議な人だなと思ったのよ。もう明らかに異業だから、え、どんな生い立ちなんすかって言って、あの一言目の返しがマイクを振った時の言った人の、ああ、親に捨てられてストリートで育ってた。何それとか思って。で、俺働きたくねえから、働くのクソだせえと思ってたから、ああ、ヤクザぶっ飛ばして生きてたで。出会いがそれだよ、俺。何それってなるでしょ。え、どういうことなんですか。どういうこと、まあそういうことだよ。だってさ、それ喧嘩商売のさ、佐藤のキャラじゃん。それ親に捨てられてストリートで育ってるって、ここ日本だぞ。で、どう、まあ、確かに他にルールが見ないな。え、何、全財産をかけて戦うの。そうそうそう。え、何、そのとっぽいやつがいたら、おい、来いと。そうそうそう。で、全財産かけて戦おうぜっていうの。そうそうそう。え、その相場、おわし、やろうぜってなるの。どういうこと。なるやつとはやって、うんうん、ちょっと繊維ないやつとは、うん、いいから消えろって。え、あ、じゃあ、カツアゲをするわけじゃなくて、戦って、そうそうそう。だから、あれか、いじめとは違うのか。そうそうそう。やる気のないやつだったらしょうがない。強、俺と力比べして全財産かけて、で、っていうので生計を立つと。そうそう。え、それって何万ぐらいもらえるの大体。いや、もうバラバラだよね。だって200円とかしか持ってない超強いやつもいる。一体4人倒して、うん、5人か。うん、倒して、6人か。6人倒して4000円とかあったもん。6対1だって。マジかよ。
逆にお小遣いあげて帰ってきた。そしたら車で来てんだよ。車で。ガソリン代どうすんだお前らっつって。おお。これで飯食えよ。かなんか面白いな。だから別にそのなんつうの弱い者いじめは大嫌いなんだ。でも食ってくためには逆に教職はどうにも変えられないでしょ。ゲームとか漫画の世界それほいやすっげえな面白いんだけど南米の世界でしょ。あの南米の血入ってるアルゼンチンの血が。あそうなんだ。ハーフクォーター、クォーター、日本、アルゼンチン、ドイツ、ロシア、あとアルジェリアも思いっきり典型的な日本人が日本人は濃いんだけど、あ、そっかそっか、半分ずは、あ、そっかそっか、要はハーフの人の、ん？父親は純日本人だけど、父親は純、母方がいっぱい混ざってる。ほう、アルゼンチンとドイツとロシアとアルジェリアっていうか、全部戦闘強いやつらやばいよね。だって、なんかグランセフオートの世界でしょ。そうだね、グランセ乗り物置いてあるの持って乗って帰ってたから鍵ついてるわとか思って。グランセフ、リアルグランセフオートでしょもう。やべえよな。いやだから、いや、そういう話すると、そういう奴らが寄ってくるから厄介だよっていうことを言ったのよ。そしたら、いや、別に、そんなの別に喧嘩負けないから、全然来ていいよって言って。俺、どっちのキャラにしてもいいし、って言ってて。でも、その、なんつうの。本人はアウトロー系じゃないんだよ。うん、そう、あくまで、その、そう、ルイはだからね、俺がそういうキャラだと思われるじゃん、また。うん、リアリスト2ってなんだろう。リアリスト2って感じ。あ、スト2の世界だよね。そう、5期を目指してたね。柱旋空できねえかな。どうやったらできない。春国殺とかね。春国殺は近いまで、うん、とこまで行った。煉獄、ね、あの喧嘩商売の、うん、近いとこ行った。え、ああいうのができんの、うん、煉獄使えるの、うん、スタミナが切れるけど、ね、1分ぐらいはもう無呼吸連打。全然俺リアルな知り合いで、ああ春国殺は近いところまで行ったっていう人が俺初めて見たんだけど。だってタタ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 タン10発ぐらいじゃん春国殺って。春国殺はあれ40発入ってる設定なんだけど、でも煉獄だよね。要は無呼吸連打でこうタン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 ってできるってことでしょ。俺どうすりゃいいんだよ。そんなに難しくない。体軸そのままにして、うん、まあ、どっからやってもいいけど、こう行って、こう行って、うん、こう行って、で、この足行ってもいいし、腕行ってもいいし、さばいてもいいし、掴んでもいいし。何の話だよ。でもね、あのね、喧嘩強い人って、正中線がぶれないんだよ、ここの軸が。要は、軸ぶらされると、あの、もう負けなの分かってるから、あの、なんつうの、喧嘩慣れしてる人ってね、なんかね、こう、ドンって感じがするんだよ。わかる？そのなんつうんだろう、こう軸がねドンってしてる。いやー、わけわかんねえな本当。わけわかんねえ。ハンニバルレクターみたいのとストリートファイト。あー、ハンニバルレクター、ハンニバルレクターはでもファイタータイプじゃないでしょ。ラオウだね。あ、ラオウってことはもういいかもしれない。ラオウはいいかもしれない。我が社は一体の国だし、うん、まあ確かに今死んでもいいよ。え、今死んでも悔いない、うん、マジで、死ぬ前に何かやるけどね、必ず。何やる？とりあえずムカつくやつ全員殺すけどね。え、ムカつ殺したいやつっているん？いっぱいいる。え、それ有名人とかってこと？リアル、親とかさ。殺すやつが拷問のフルコースだよ。死ぬし苦しみなんて死んじゃう。まあまあ、そんなんじゃ裏に払わせない。おー、もうだからさ、喧嘩商売の佐藤だよ、本当に。本当に。うん。で、地元では有名なの？いや、分かってないと思うだろう。ああ、若い世代よ。名乗らないし、別に。ああ。え、でもさ。だって負けたってことを言えないじゃん、そこら辺のガキにさ、ヤクザがさ、やられて帰ってきましたなんて言えないじゃん。ああ。そっか。ないないで終わるんで。ああ。これかもしれない。へえ。怖え。
刺されたりしたりしたことは？刺されそうにはなったけど、刺されたり、あの角材とかバットとかで殴れるとか効かないでしょ。でも角材とかバット、さすがに腰は飛んだけど、パチン、ああ、お倒れはしない、倒れないんだ。大の音とかバットで思いっきり顔面殴っても星が飛ぶレベルなんだ。ピヨったんだ。いや、ピヨピヨって。すげえな、わけわかんねえな、ほんと。じゃあそろそろ行きますか、スタジオ。じゃあ皆さん、スタジオから配信しますので、また後で。お疲れ様でーす。ちょっと後で角材試してみようと思います。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。6時からスタジオ入ります。見に来てください。オツで。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。